ぬぬん、どうも、しほるんでーす。はーい。今回は、ですね、皆さん、私がずっとやってみたいなって思ってた企画があるんですけど、今回はそれをやっていきます。せーの。じゃじゃん！グレイルの購入品、グレイル1万円分購入品紹介、イエーイ！グレイルで購入品を紹介してる人結構多いじゃないですか。ね、私もやってみたいなと思って、今回は1万円分ほど買ってみました。イエイ！グレイルはね、ちょくちょく動画の企画で着る服とか買ったりするんですけど、ガチでね、買うことはなかったので、言い方おかしいけど、なんか、はい、なかったので、今回は、ちょっとね、私服を買ってみました。超楽しみにしてた。段ボールめっちゃでかいし、めっちゃ重いの、これ。それでは、開けていきます。え、これ。あ、私のだよね。え、なんか、グレイルって、あれだよね、なんか、私のじゃないものが届きました、みたいなツイートよく見ますよね。はい。今回はですね、秋服をね、買ってみました。秋とか冬とかに使えるようなものを買ってみました。上から紹介していきまーす。まず一つ目、せーの。じゃじゃーん！これは、何だっけな。名前書いてないわ。なんか、これです。かわいいズボンを見つけたんですよ。で、それに合うかなと思って買いました。え、かわいい。こんな感じの。あんまこういう服着ないんですよ。だけど、ちょっと挑戦してみたいなと思って。今回は買ってみました。後ろがねこんな感じで開いててすっごいおしゃれ。着てみます。よいしょ。なんか私が白着ないからめっちゃ新鮮です。これ皆さんどうですか？結構ね下まであります。じゃあ後で全身お見せいたします。いつもの私とは違う感じ、なんかちょっと清楚めに見えますね。これ匂いすごいな。匂いがすごい強い。そして次に、せーの、じゃじゃーん。そう、このズボンを見つけた時に可愛いと思って、でこのズボン何に合わせるんだって思った時にこれだと思ってこれを買いました。これはなんかコーデュロイなんとかみたいなパンツです。え、かわいい。全身真っ白になっちゃうんですけど、まあ、かわいいなと思って履いてみます。え、けど今ちょっと着たら暑いな。じゃじゃーん。うわ、もう全身真っ白、かわいいけど暑いけどかわいい。イエーイ。なんか私っぽくないね、それがいい。でなんかこれ合わせたらかわいいんじゃうねえかと思ってこれ買いました。真っ白だからさ、色がなくてこんな感じの、これちょっと名前が本当に分かんないんですけど、青色のカバンを買いました。え、めっちゃ可愛くないですか？なんだろう、ポイントになるかなと思って、こういう色のカバンを買いました。ちょっと最近めっちゃ青にハマってるんですよ。ちょっと青買いがち。で、これは割とちょっと楽しみにしてた。暑いから一回脱ぎますね。下も暑い。ちょっとまだ普通に夏なんかもしれん。これ見つけた時に、うわ、アイドルやと思って、これ買いました。なんだろう、なんか、別に普段着るわけではないんですけど、なんか履いてみたいなっていう好奇心で買いました。マジアイドルじゃない？このズボン。ブラックピンクとか TWICE がライブの時履いてるやつやん。アイドルやん、このズボン。ここにピュッっていうのが入ってて、後ろもちょっと同じようにピュッて入ってるんですけど。え、すげえ！これアイドルのズボンやん。これ1200円ぐらいでめっちゃ安かったです。それでは、次に行きます。ちょっと、暑くて汗かいてきた、また。お風呂入ったのに。せーの！じゃじゃーん。ちょっとね、靴1個しか買った覚えないんだけど、これ何？あ、2個買ったわ。じゃ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 ーん。なんだろう、パンプスじゃないけど、なんだろう、めっちゃ可愛くないですか、これ。なんでも合いそうやなと思って、それこそさっきの白い服とかにも合いそうやなと思って買いました。なんかこんな大量購入品紹介とかあんまやらんから、こう、紹介の仕方がめっちゃ下手くそなんですけど、許してください。可愛いです。やっぱり冬って感じじゃないですか、このモコモコ感がね、かわいい。で、ゴールドでちょっと高級感があって、おしゃれだなと思って買いました。私は 23.5 です。そして、最後になります。これがね、2499円。まあ、一番高いんですよ。ありえよね。一番高くて2499円って。これ、ちょっと楽しみにしてました。ちょっと開けます。あれ。かわいい！せーの。じゃじゃーん！めっちゃ厚底なんやけど、こんな感じのブーツを買いました。イエーイ！かわいい！超かわいいんですけど、ちょっとこれ履いてみますね。こういう靴が好きで、なんだろう、なんか、ここまでかっ、ごめん、着圧ソックス履いててごめんなさい。ここまで隠れるタイプの靴がちょっと、最近ハマってるというか好きで、ブーツもね、欲しいなと思ったので、今回グレイル安かったし買いました。めっちゃ背高くなりそう、これ。私今、ちょっと身長伸びて、何ぼとかなんですけど、これ何センチのやろ、ちょっと高くなれるかも。うわ、やばくない、やばくない。え、ちょっと待って、これちょっとうまく伝えれん、マンが踏まれてるわ。めっちゃ背高くなった、私。イエーイ。ちょっと待って、靴これ脱ぐのも一苦労。
値段を紹介していきます。ちょっと分かりそう。これがさっきも言いましたが、2499円でございます。これでさ、2500円ってめっちゃ安くないですか？かわいい。次にこの靴ですね。この靴は、1599円です。やばい、安い。1599円。で、これは1899円です。かわいい。なんか後ろにもね、ポケットみたいなのがある。開けよう。ここがこうチャックになってて、開けるとあこういう紐が入ってたりして、こんな感じで入ります。これがさっきも言ったか、1899円でございます。このズボンは1699円です。え、すごいね。ほんとグレールめっちゃ可愛いのにめっちゃ安い。これも1699円、やばっ。これも1699円です。このズボンは1299円ですね。本当にすごい、マジで安い。で、こんだけ買っても合計が1904円っていう、すごすぎ。まあ、送料とか代引き手数料とかもあるんですけど、めっちゃ安い。本当に感動しました。というわけで、ちょっと一回この服をね着て皆さんにご紹介しようと思います。それではどうぞ。はい、皆さんこんにちは。この白の服に青色のカバンで黒い靴っていうのはちょっと失敗したなと思って、なんか黒い靴にするなら黒いカバンにしたらよかったなってすごい思いました。はい、あ、これ本当にカバン可愛いですよね。もうめっちゃ可愛くてめっちゃお気に入り。このお洋服紹介シーンはちょっといろいろと訳あって結構長いんですね。ちょっと雑談をしようと思うんですけど、まあでもそれを雑談するほどの時間もないというか、まあちょっとよくわかんないんですけど、まあすごい最近は充実してて楽しい生活を送ってるよっていう感じです。皆さんはいいことありましたか？私はめっちゃありました。皆さん元気にいきましょう。どうだったでしょうか。今回はですね、初めてのグレイル1万円分購入品紹介をやって、長いな、はい、グレイルの購入品紹介をやってみました。なんか初めてこうやって買ったけど、めっちゃ可愛かったし、安いし、すごーって思いました。普通に定期的にグレイルでお買い物したいなって思いました。ぜひ皆さんもグレイル本当にいいので、使ったことない方は使ってみてください。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイルンルン、バイバーイ。インスタグラムとツイッターのフォロー、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。バイバーイ。ほんまに暑い、汗バカかいた。いい。